未来を担うはずの若者が未来を描けないでいるのです。ダメトラが何偉そうに語ってんだ。な、20年来のトラウマがあってね。私的な旅行で大事な議会を欠席。これがワンアウト。続いてなぜか多額の党費の使い込みが判明で2アウト。その釈明会見のはずが、有権者をバカと呼ぶ舌禍事件を起こして3アウト。政治家失格の烙印を押されたんだ。